宮城県の仙台市に来ております。一回来たことあるわ仙台は。 駅前だけやけどめっちゃ都会やな。めちゃくちゃ都会。昨日車で来てな、うん、もうなんか道路が広すぎてびっくりした。びっくりした。こんな都会やったんや仙台って。駅前しか行ったことなかったから、うんうん、周り全然知らんかったけどめちゃくちゃ栄えててほんまびっくりした。都会7車線の道路あったもん。そうそう、ほんまやばい。すごいな。今回は、はい、仙台グルメ編を撮影していきたいと思います。はい、グルメ会でございます。はい、美味しそうなのもいっぱいあって、うん、まあ、有名なのは牛タンだと思うんですけど、もちろん牛タンも食べるんですけど、うん、それ以外も食べていきたいと思います。はい、最初にやってきたのは、はい、ずんだ餅食べに来ました。仙台といえばずんだ餅が有名です。村上屋餅店に来ました。うん、はい、こんな感じの餅って書いてる。しかもずんだって普通に点々なんや。ずんだ餅、老舗っぽい。なんか店内そんなに広くないけど、うん、3席ぐらい、そう、待ってる人がいるな。の平日の朝なんですけど、まだ9時台なのに。そう、朝ごはんとしてな、一応ずんだ餅食べに来たんやけどすごい人気やな。食べてる人おるし、待ってる人おる。お持ち帰りもできねえな。うん、こちらがメニューでございます。この三色餅ってやつにしようかな。うん、ずんだとごまとくるみが入ってる。うまいこと言うに。すごい、なんかもうかわいい。ぷるんとしてる。ごまずんだくるみです。クリボーとか水まんじゅうかな。うん、美味しそう。ずんだからいきます。かじる。でかっ。おいしい。甘い。ブニュブニュしてる。これもかじろかな。もう、うん、うんうん、あんこと栗入ってる。おいしい。美味しかったな。うん、今まで食べたずんだで一番美味しかったかも。さすが名店。でも餅嫌いなケンジには無理や、ね、そうやな。まあ嫌い、これはギリギリ、ちょっと団子寄りやからさまだ食べれる。やっぱ一番無理なあのお雑煮に入った溶けたドロドロのやつやから鍋とかに入ってるやつだ。まだマシやった。次は笹かまぼこ。うん、仙台名物。仙台名物やな、笹かまぼこ。それを食べに行きたいと思います。はい、一応歩いてな、市内の方は今日巡ろうと思ってるから、うん、結構都会やからもう車で移動するの難しくて、そう、ちょっと安いパーキングに停めて今日は歩いて歩きます。回ります。大都会や。この旅初めての都会じゃん。な、都会に寄ってないから。でっかいウェスティンの中タワーあるし、田舎もんや。田舎もんや。キョロキョロしながら歩いて都会を忘れた。ありました。はい、かまぼこ屋さんっていうからもっと商店街みたいな感じかと思ったらすごい一等地にある。渡ったとこでかい。安倍の笹かまぼこ。めっちゃ一等地にある。一等地にある商店街の角っこ。安倍かまぼこ店さんです。笹かまぼこの名付け親や。名付け親。そうなんや。発祥みたいなもんやん。じゃあここなんかかまぼこ以外にこのひょうたん揚げっていうな、なんか揚げたやつ食べれるみたいで、それを食べてみたいと思います。体験ができるらしいんで。まさかの、知らんかったけど入ったらあった。やってみます。なあ、手焼きします。おー、なんかそんな機械で焼くんや。通常190円やったけど、高い方の笹かまは250円だから、 それと一緒で手焼きできるって。面白くない普通にこの店の中でなんか棒刺してやるんかな。来た。
た置くだけ。置くだけの。置くだけの簡単なお仕事。下が膨らんだらひっくり返すという簡単なお仕事です。シンプル。放置やほぼ。ほぼ放置。でもこの焼き加減が重要なんかもしれない。なんか膨らんでる。膨らんでる。おお。膨らんでる。しぼんだ。めっちゃ膨らんでる。よかった。なお餅みたい。お前お餅みたい。落ちそうひっくり返る。おおいい感じです。わわわ勝手にひっくり返る。もういけそうやな。うん、食べようか。来ました。来た。手焼き笹かま。おいい匂い。お前魚焼いたみたいな匂い。食べて。うん、赤。あ。そう。うん。あは、あは。魚食べてるみたい。うん。美味しい。おいしい。美味しい。な、まるでほんまに焼き魚食べてるかのよう。なんか冷たい笹かましか食べたことなかった。ふわふわ。うん。美味しいな焼きたて。かまぼこを衣で揚げた。アメリカンドッグ風スナック。すごい。こんな感じの面白い。面白い。かまぼこのアメリカンドッグ。すごい。結構大きい。ケチャップやんや。ほんまにアメリカンドッグや。たどり着いたかまぼこ。うんうん、うん、今のところアメリカンドッグ。これたどり着いてないやん。うん、おお出てきた。うん、丸いかまぼこかな。出てますね。美味しい。1個も食べていい？いいよ。アメリカンドッグって感じ。うん、ほぼ。いただきます。うまい。アメリカンドッグや。匂いは、うん、うん、アメリカンドッグな。もうアメリカンドッグやけど。普通にアメリカンドッグの味よ。やっぱケチャップついてるし、衣もはな、うん、甘いからもう味が結構やばい。まあマジでアメリカンドッグ。普通にシンプルアメリカンドッグって感じ。あとでさ、衣剥がれた後食べたらかまぼこやった。完全かまぼこだけ食べないとな。味はアメリカンドッグ。どうも負けてまうで、アメリカンドッグに味が。まあ美味しかったけど、うん、美味しかった。まだもうちょっと食べていきます。はい、夜は牛タンの予定です。着きました。着きまして、やってきたのは、はい、こちらのサンドさんです。なんか日本最古のハンバーガー。そうやな、日本最古のハンバーガーで、なんか昨日調べててな。そう、たまたま見つけて、たまたま見つけた。気になりすぎてやってきました。面白いやん。1950年創業 でマクドナルドの第1号店が1971年らしいから、21年も前にな、マクドより早いハンバーガーをやってたということで、食べてみたいな。行きます。喫茶店みたいな佇まい。注文はハンバーガーとホットドッグにしました。レトロ。シンプルなんだ。なんてシンプルな料理なんだ。シンプルなハンバーガーとシンプルなホットドッグ。シンプル。ザ・シンプルです。これが日本最古のハンバーガーでございます。いただきます。シンプルに美味しいって感じ。めっちゃシンプル。食べてきました。食べてきました。ザ・シンプルって感じ。めちゃくちゃシンプルやった。具はもう、具はもうだから肉のみみたいな。肉と玉ねぎのみ、うん、まあ、ケチャップ味って感じやな。そうそう、多分昔から変わってないから、うんうん、昔ながらのハンバーガーって感じやった。なんか素朴な感じな。美味しかった。美味しかったです。伝統食って感じちゃう。もはやなんか店の周りは歓楽街みたいな中にある。すごいとこにあるな。初代の方が東根市というところで多分お店を始めたのがきっかけで、もともとなんか米軍キャンプかなんかで
仕事されてた関係で多分ハンバーガー覚えたんかな。それでお店をやり始めたと。それで今3代目まで行ってる。こんな店が、こんな店があるなんて、なあ。まあ仙台感はそんなないけど。なあ。でなんか大体やっぱマクドナルドのイメージあるからさ、ハンバーガーって、うん、それよりも前にあるという伝説のハンバーガー屋さんでございました。はい。それでは牛タンに向かいます。イエーイ。ちょっとお昼食べてから時間あったんで、うん、ワーキングスペースで、はい、仕事をしてました。ほんまはな、マクドとかに行こうと思ったんやけど、そうめっちゃ都会でな、混んでてんな。そうそう、仙台のワーキングスペースを使いました。はい、牛タン楽しみやな。牛タンめっちゃ楽しみ。結構あの人気の、うん、多分人気なんやな、有名店に行きますので、はい、楽しみです。楽しみ。なんかたたきとかあるらしい。なたたきとか刺身とかあるみたいで。これや。来た。たたき。食べたい。高級品。焼き普通にな。うん、炭火焼き。カレーある。美味しそう。美味しそう。カレー食べたい。パンのたたき。はい。この牛タン焼きの5枚と。定食にしてんな、うん、これタンのたたき楽しみ。割と値段は高いけどこれが食べたくてな。これ食べたかってんな。なんとお通しが角煮。角煮でした。おいしそう。でっかいな。なん柔らか。お箸でほら切れるもん。すごい、ほろほろ。めっちゃおいしい。牛タンの角煮とか初めて食べた。でかっ。うまっ。早っ。チャージ濃い。え、これタンなん、ほんまに。信じられへん。なんか信じられへん。きたー。うわー、秋。やば。やばいな。きれい。うまそう。うまそう。真ん中からいこう。うわ、やばくない？おいしそう。いただきます。うまっ。うまっ。ちょっとコリッとしてんのに中めっちゃ柔らかい。うまっ。めっちゃうまい。こぼれる。うわうまっ。歯応えすごいな。なめっちゃ弾力ある。でも柔らかい。柔らかい。よかった。ありがとう仙台。きた。うわ、美味しそう。真相や。うまいやからシェアします。早速いただきます。最高。うん、うん、やんば。うん、牛タンのレベルを超えてる。こんなも10枚以上食べれるわ。食べれる食べれる。牛タンはファーストフードでした。飲み物でした。飲み物ではないな。歯ごたえめっちゃあった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったな、ほんまに。めっちゃ最高。高級や、7000を超えたけど。値段は高級やけど、うん、食べる価値あるな。ある。人気店、もう5時から空いてすぐ人いっぱいになってたし。満席やったな。よかった、予約してて、うん、なんか牛タンはな、他にもいっぱい有名なお店多分あって。そうそう、なんかそれぞれ結構味が違うらしいからな。他にも行きたいお店あってんけどな、うん、他のお店もまた仙台来たら行ってみたいな。はい、はい、グルメの最後です。現在地はですね、はい、ちょっと仙台からは離れてるんですけど、うん、宮城県の亘理町というところにやってきてます。仙台よりちょっと南側になるんかな、うん、にある場所です。はい、食べたいものがあって、うん、はらこ飯。はらこ飯です。
なんか調べたら宮城県発祥なんかな、うん、うん、なんかこの辺が発祥なんやんな、うん、渡里町発祥の地って書いてた。だからちょっと仙台グルメではないんですけど、うん、まあ、宮城県のグルメとしてちょっと食べたかったので、うん、はい、今回やってきました。やってきたのは、うん、荒浜さん、うん、というお店です、はい。なんか仙台にもでもあるらしい。あ、そうなんや、お店、うん、店舗が、うんうん、そっちでも多分食べれるんかな、うん、せっかくなので本店にやってきてみました、うん、今日は平日のまだ11時過ぎなんですけど、そうで、お店が11時オープンやねんな。めっちゃ待ってる、めっちゃ待ってる。駐車場めっちゃ広いんやけど、うん、車結構いっぱいで、なんか今日雨でついてるかなと思ったら、うんうん、やばい、人気店や、すごいびっくりしてるこんなに人気なんやな。あらこ飯って何なん、結局なんかあの鮭とイクラの親子丼みたいな感じ、うんうん、だから刺身じゃないんじゃない、鮭の方、鮭は多分なんかそうやんな、うん、そんな感じやったよな。でもめっちゃ見た目美味しそうやってな、美味しそうやった、ほんまに食べたいということ、まあ、しかも時期がな、ちょうど、うんうん、この秋やっぱ鮭の時期よ、今の時期やな、ちょうどだったのでせっかくなので食べてきました、うん、はい、楽しみ、楽しみやな、期待が高まる。行きます。これです、あらこ飯、美味しそう、もう美味しそう、写真が高級品やな、これを2つ頼みました。わ、他のメニューもなんかあらこ飯以外も美味しそう、海鮮丼とかの漁師丼、すごくない美味しそう、わあ楽しみ。たらこ飯は9月から12月上旬やって、期間、この期間だけの、開けます。鮭たっぷり、クラもたっぷり、すごいすごい、めっちゃ美味しそう。ご飯茶色いねんな、すごい美味しそう。なんか味ついてるからそのままでいいけどな、うん、何もかけずに、うん、めっちゃ美味しい、秋って感じ、わかる？わからんめっちゃ美味しい。ご飯もな、鮭の煮汁で炊いた炊き込みご飯の郷土料理、ご飯にめっちゃしっかり味してる、でご飯にも鮭が混ぜ込まれてるんや、うん、こんな美味しいご飯ある？うま、これはマジで美味しくない？バリうまい、めっちゃうまい、これちょっと笑っちゃうもんね、最強のご飯、やばいな、これめっちゃ美味しい、なんかおにぎりとかにありそうな、うん、わかるわかる、なんかちょっと見た目はさ、めっちゃ豪華やけどさ、結構親しみ深い味じゃない、そうそうそう、なんかおにぎりで食べれそうな、めっちゃ美味しい、これマジで嫌いな人おらん、うんうん、味付け最強の親子丼の、なんか宮城県もな、場所によっては白ご飯の上に乗せるだけとかも、うん、とこもあるらしいけど、バタリのたらこはこれや、これも上位に入るな、牛タンより好きかも私は幸せ食べ物やな、宮城県に来て初めて知ったけどな、うん、たらこ飯という存在を、結構量あるけどさ、食べれるぐらい、全然マジでパクパク食べちゃう、コンビニおにぎりの高級なやつのさらに上位互換、ハイパー最上級、ご飯もこうなってると思わなかったな、うん、ご飯白ご飯やと思ってた、うん、鮭の量がすごいな、めっちゃ入ってる、中も入ってるし、まあ、上にも乗ってる、うまい、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、めっちゃうまかったな、めっちゃ美味しかった、やっぱあんまり調べてなかったから、うん、先入観なくそうやな食べれたから、なんかもっとさ、お寿司みたいなのを、ね、ちょっと想像してて、生のか鮭いくら丼みたいなのを想像してたから、うん、そうそうそう、全然ちゃうかったな、うん、ちゃんと調べへんかってな、腹こめしとはみたいな、うん、なんか見た目だけ見て、そうそうそう、もう炊き込みご飯って感じ、うんうんうん、なんかご飯にもしっかり味ついてて、そうそうそう、鮭がな混ぜ込まれてる感じ、そうそうそう、プラス上にやっぱ、うんうん、鮭もいくらも乗ってて、めちゃくちゃうまかった、美味しかった。
なんかちょっと親しみ深い味よな、うん、やっぱ郷土料理やからな、うん、なんか食べやすいというか、うんうん、こう見た目はめっちゃゴージャスやけど味は結構馴染みのある庶民的な味やな。多分食べなんかで食べたことあるみたいな味。なんか食べたことある。食べたことないんやけど。そうそう。懐かしいみたいな味。そんな感じ。だから多分子供とかも全然美味しいと思うしな。うん、おじいちゃんおばあちゃんも多かったしな。老若男女楽しめる郷土料理。うん。はらこ飯。もしかしたら牛タンより好きやったかもしれない。まあ、料理として。牛タンはまあ。まあ食べたことあるし、るから美味しいってな、うん。分かってるから。これも初めてのものやったからな。よかった。すごい。美味しかった。美味しかった。というわけで、うん、仙台グルメ編。一応仙台グルメやけど、まあプラスはるこ飯。総じてでも楽しめました、うん。また来たいな。また来たい。仙台は、うん、都会やったし。めっちゃ都会やったから、どっちかというと車旅っていうより、うん、普通にな旅行とかで。そうそう。新幹線とかな、うんうん、飛行機で来て宿ぞって楽しむのがいいんかもしれない。いいかもな。なんか飲み居酒屋さんとかも、うん、多分美味しいの多いやろうし。行ってみたい。うん、それでは、はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Bye-bye. Bye-bye. And what if I told you?